どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画なんですが、前回までのイベントで来ていましたアニバーサリー選抜総選挙、こちらが終わりまして、今年2024シリーズ2で登場するアニバーサリー選手が確定しました。本日は2024シーズンに登場するアニバーサリー選手24選手のうちセリーグの選手をちょっとお話ししていこうかなと思っております。まだ現状、2024シリーズ1の能力しか出てないので、どうなってくるのかはかなり楽しみなところではあるんですが、まあそれでも今の現状からして、今回の2024アニバーサリーで誰を取りに行くのかをちょっと現状の能力で見ていこうかなと思っております。それでは本日セリーグ、行ってみましょう。まずは阪神ですね。阪神はアニバーサリー総選挙第1位、前川くんです。前川くんはライドラ全道地は可能ですね、称号で。まあそれでもこの能力だとね、阪神純正の人が欲しいぐらいなのかなと思われます。ただ徳能が、シリーズ2でどうなってくるのかはわからないんですが、初級が祝宴に変わるのはかなりの強化かなと思われます。まあそれでもオール C 全同値だとね、12球団的には使いどころは難しいのかなと思われます。で2人目、阪神2人目はテルですね。テル脇、テルはかなりありなのかなと思われます。パワーは A の、デフォで A 乗ってきて強化されたパワー比、なおかつ広角持ちですので、第3特能の満塁男が、祝宴に変わるのはかなりの大強化かなと思われます。なので今回サードの選手テルはね、ありなのかなと、個人的には結構熱い選手かなと思われます。まあ阪神森下選手が第3位についていたので、どうなるのかはちょっと難しいかなと思ってたんですが、まあ、それでも、今回テルが上がってきてくれたので個人的には嬉しいですね。で次、広島。広島第1位、坂倉選手。坂倉選手2024シリーズ1でデフォで全動値乗ってますので、シリーズ2でどういった変更があるのか、変更がなかったらなお強いかなとも思われますね。まあ、それでも過去出た2023のエキサイティングの方のが明らかに強いんですが、まあ、それでも選球眼が祝宴に変わってくれるのはかなりの強化かなと思われます。まあ、ステータスこのままと変わらずで、アニバーサリーで出た時に各プラス177のデフォ全動値、ライドラ広角、祝宴、まあ強いでしょう。欲しい方はかなり多いはず、純正であろうが12球団であろうが使える選手かなと思われますね。で広島2人目は堂林選手。堂林選手もライドラで、まあ同値は可能ですね、変わらなければ。超広角ライドラチャンスが祝宴と、まあこれも十分強いかなと思われるんですが、まあ堂林選手ファーストっていうところを考えると、まあ純正用っていうところかなと。他の球団で12球団オーダーで見た時にはオーダーには堂林選手は入ってこなさそうなので、まあ純正オーダー組む人では必須級なのかなと思われます。まあ、坂倉選手堂林選手どっちが、いいのかと言われれば、個人的には坂倉選手かなと思われます。で次、超激戦だった横浜 DeNA で1人目、選抜総選挙第1位、オースティン。オースティンも、まあ、ちょっと過去と比べると能力は弱体化してるんですが、それでも、強化が入ったパワーヒフルスイング、広角と。ただね、この第3特能の広角が祝宴に変わっちゃうとちょっと難しいかなと思うので、シリーズ2で特能の変更があってからのアニバーサリーで出てくれた方のが個人的には嬉しいかなと。広角が第2特能とかに変わってて祝宴がついた場合、かなり欲しいかなと思うんですが、特能変わらずこのまんまの状況でアニバーサリーで出る場合は、個人的狙いからはちょっと外れてきちゃうかなといった印象です。で2人目、牧選手も結構強い、ミパ AA 同値が可能、なおかつ守備適性も上がってきて超広角パワーヒーチャンスと。でこれが祝宴に変わるっていうところですので、まあ、純正もそうだと思いますし、セカンド長距離バッターのセカンドを置きたい方っていうのはありなのかなとも思われますね。まあ、横浜、いい打者が揃ってる、アニバーサリーの選出っていうことですので、渡来選手今回選ばれることがなかったんですが、まあ、それでもオースティン・マキでも全然、当たりな球団かなとも思われますね。で次、巨人。
巨人は1位坂本選手のアニバーサリー常連安定の選手ですね。坂本選手今シーズンから、まあ、サード適正に変わってるのと、ミパそれぞれ下がってるので、そうだね、今のステータスから変わらなければ称号でミパ AA 同値がまだ可能ですね。ただ今シーズンの成績からしたらもしかしたらもうちょっと落ちてきてしまうとかなり厳しいところかなと思われますね。アニバーサリーで、各プラス1されて称号して AA 同値が可能なので、まあ、それでも特能の面からしたらかなりの強化になりますね。超広角パワー比縮円と特能だけ見たらめちゃくちゃ強いですね。ですので今回坂本選手シリーズ2どういった能力で出てくるのかがかなり重要なところかなと思われます。3ステ変わらず、このまんまでアニバーサリーで出た場合は通常 S ランクからしたら A 級保存版になるのかなと思われます。で2人目ヘルナンデス選手。ヘルナンデス選手はまだプロスピ S 上登場してないですね、S ランクどころか、A ランク B ランク C ランク登場してないような形です。ですので、どういったステータス守備適性、特の搭載されているのかがわからないので何とも言えないんですが、まあ、今ちょっと怪我してしまってるんですがかなり楽しみな選手かなと思われます。いいステータスで登場してくれるのじゃないかなと思って期待はしております。まあ、出てきた時どうなるのかはかなり楽しみですね。次ヤクルト。ヤクルトは1位テッドですね。テッド今シーズンかなり弱体化してしまってるんですが、まあ、それでも守備 B は健在で、今回強化されたパワーヒプルヒト、選球眼が、縮円に変わるのであればこの守備適性ありますので、まあありなのかなと、セカンドだいぶ有力なのかなと個人的には思いますね。ステータスだけで見た時には牧選手の方が強いんですが、まあ守備適性も考えた時にはテッド使ってもいいんじゃないのかなと個人的には思っております。アニバーサリーで登場するのはかなり楽しみかなと思ってます。でヤクルト2人目サンタナ選手。サンタナ選手はエキサイティングも出ているので、正直エキサイティングかアニバで、あればエキサイティングの方のが特能的には強いんですが、エキサイティング獲得できていないユーザーっていうのは今回アニバーサリーで取ってもいいのかなと、ライドラでミパ AA 同値可能で、なおかつ超広角ライドラで第3特能が縮円になるということですので、守備適性だけ目をつぶればかなり強い選手ですので、ヤクルトもありな球団なのかなと思っております。でラストが中日。今回ラストですね。で中日もかなり激戦でした。もう残り数分まで、誰が、アニバーサリーで選ばれるのか定かじゃなかったぐらいだったので、個人的には、ライデル投票してた形ですね。で第1位ライデルで、ライデルはもう言わずもがなの超強力投手っていう形ですね。球威制球 AA 同値が可能で、ストレートナックルカーブスプリットサークルチェンジツーシーム縦スラと、特能も剛速球伸びタイピンチ、ここの第3特能のタイピンチが縮円に変わってしまうとかなりきついかな。その場合は通常 S ランクの方のがいいと思うので、これはねシリーズ2どういう風な査定で出てくるのかが楽しみなところかなと思われます。変わらずで言ったら狙いからは外れてきちゃうかな。タイピンチは、リアタイやる上では重要な、特能となっておりますので、タイピンチか縮円だったらタイピンチの方のが個人的にはいいですね。なのでタイピンチ継続の、縮円版でライデル出てきたら過去最強と言えるんじゃないでしょうか。でラスト、今回ラストが細川選手。細川選手もまあ悪くはないのかなと思われます。ここ最近ステータス上がってきておりますし、超広角ついてますので、対左投手のところが縮円に変わるのであればかなり強い選手にはなってくるんですが、まあ、細川選手、広島の堂林選手同様、純正としてはかなり必須級な選手になってくると思うんですが、12球団で見た時にはちょっと難しいのかなと。今回同じライトの選手でサンタナがいるので、サンタナか細川選手だったらサンタナの方を選んでしまうのかなとも思われますね。ですのでここはちょっと純正寄りの選手なのかなといった印象です。といったような形で今回の動画ではセリーグで登場する12選手ご紹介してきました。アニバーサリーのガチャっていうのは第1弾第2弾の2段階構成となっております。でガチャの内容としましては、購入30連目は S ランクのアニバーサリー選手1人確定で、購入60連目は S ランクの自チームのアニバーサリー選手が1人確定となっておりますので、60連引けば必ず自分が欲しい選手を1人は獲得できるような形になっております。アニバーサリーはこのガチャだけではなく、イベントの累計報酬でも S ランク契約者あると思いますし、まあこのアニバーサリーが来る前には YouTube の方で特番は毎年やってますので、そこで無料プレゼントがあるんじゃないのかなと思っております。
今年のエキサイティングが渋かったのでアニバーサリーは期待して待っているような形ですね。ですので、皆さん今回多分11月ぐらいに来ると思うんですが、アニバーサリーに向けてしっかりとエナジーは貯めておきましょう。で、今回個人的セリーグの中で欲しい選手はサトテル、坂倉、ヘルナンデス、サンタナ、ライデル、一応この選手5選手かなと。あとはちょっとシリーズ2の能力見て、判断しようかなと思っております。今回登場するアニバーサリー誰が第1弾第2弾に出てくるのかはまだと、発表を待たないとわからないので、ぜひともね第1弾に欲しい選手が来てもいいようにエナジーはしっかり貯めておくようにしてください。はい、というわけで本日は来たる2024アニバーサリーのセリーグで登場する12選手ご紹介してきました。皆さんは今回登場するアニバーサリー選手の中で誰が欲しいでしょうか。ぜひともコメントよろしくお願いいたします。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。